今回は諸白兜の、マット交換を、行います。2015年に入荷した野外品からの、子供になります。親サイズは小さいですが白兜全般の、特徴として飼育で大きくなりやすいので、もう満体です。なかなかのあたりで90ほど採卵し、多くの幼虫が各所へ旅立っていきました。それでも半分前後残っているので、モロンがいっぱいです。今回はそのうち幼虫21頭の、マット交換を、行います。それでは早速ひっくり返して、幼虫を確認します。産卵中期から後期にかかる幼虫が、出てきました。今回のマット交換でおそらく、8日までいけそうな感じです。どんどんひっくり返していきます。モロンはグラント、ティティウスに次いで飼いやすい種類かと、思います。ヘラクレス系と比べると若干幼虫期間や、休眠期間が長めですが、小さい容器でも十分飼育が、可能な点が魅力的です。マットは先日の動画でも、紹介したグリーンハウス、国産カブトマットトラッシュ、レギュラーマットを、半々に混ぜ合わせた混合マットを、使用します。ダイソー、パン屋さんにマットを入れ、200cc 程度加水したら準備完了です。体重を計測しつつ幼虫を、投入していきます。54g ありました。オスはパン屋さんに1頭ずつ投入します。どんどん計測していきます。2頭目、54g。3頭目、57g。4頭目、56g。5頭目、48g。6頭目、51g。7頭目、55g。8頭目、52g。9頭目、60g。10頭目、52g。11頭目、40g。12頭目、52g。13頭目、47g。メスも計測して投入していきます。1頭目、46g。2頭目、36g。メスはパン屋さんに2頭ずつ投入します。3頭目、47g。4頭目、40g。5頭目、46g。6頭目、41g。7頭目、42g。8頭目、33g。マット交換が完了しました。オス13頭、メス8頭と少しオスが多めですが、今回交換した以外にもまだモロンの、幼虫がいるので雌雄の、偏りは心配しないで大丈夫そうです。最大個体予想のコーナー、今回交換した幼虫の、中でどの幼虫が一番大きく、羽化するかコメントで予想を、お願いします。オスの体重と個体番号は、こんな感じです。メスの体重と個体番号は、こんな感じです。みんなも飼育してみてね。